はい、僕がね、仕事を自動化して変わった5つのことについてお教えします。どうもプロミュージシャンで社長の辰巳です。まずですね、世の中で働きたくない人ってめちゃくちゃいっぱいいると思ってまして、僕もそのうちの一人やったんですね。サラリーマンを1年間やってたんですけども、やっぱり ADHD っていうね症状が、あるのもあって、協調性が、なかなかなくてですね、やっぱやりたい仕事しかできない、興味のある仕事しかできないっていうので非常に悩まされてきたんですけども、そういうところでこうビジネスに出会ってですね、自分でまあ本気出してやって4ヶ月ぐらいで100万ぐらい稼いで、脱サラをして、そこからいろんなね労働を積み重ねた上で結局、自動化っていうのを見つけて、取り組んだことによって、もともとプロのミュージシャンやってたんですけど、もう一回音楽に、勤しむこともできるようになったっていうことなんですけども、僕はその自動化して人生が5つ変わったんですね。で、この5つは何かというと、1つ目、働かなくてもお金が入ってくるようになったっていうのと、2つ目、趣味の時間が取れるようになったっていうのと、3つ目、好きな時に好きな人といれるようになったっていうことと、4つ目、他の仕事に時間を割けるようになったっていうことと、結局ですね、5つ目、収入が増えました。はい。これ一番ね、びっくりすると思うんですよ。世の中の一般常識的に言うと、やっぱり働く時間を増やした方がお金って儲かるっていう考えじゃないですか。でも、実は仕組み化した方がお金って増えるんですよね。なんでかっていうことはちょっと解説していくんですけども、これはちょっと1から順にいきますね。僕が変わった、5つのことの1つ目で、働かなくてもお金が入るようになったっていうのはですね、これちょっと聞くだけやったらちょっと怪しいじゃないですか。なんかもう働かなくてもお金が入ってくるって聞いたら、なんかネットワークビジネスですかみたいな、そんな感じで聞くと思うんですけど、今は別に、人を雇わなくてもですね、ネット上に仕組みを作ることさえできたら、全然稼げるようになる時代なんですね。で、それはですね、僕の場合はステップメールの LINE アット版っていうのを、やってまして、それはですね、例えば、僕が Twitter とか YouTube で情報発信してるじゃないですか。で、僕の、情報発信に興味を持った人が LINE アットに登録してくれて、その人たちに、どんどんね、ステップメールみたいなのが流れていって、そこで商品のセールスとかがあって、興味ある人だけ購入してくれるっていう仕組みなんですけども、それのおかげでですね、僕は別に従業員一人も雇ってない一人社長なんですけども、勝手にコンテンツが売れてですね、インターネットが働いてくれるおかげで、僕は勝手に収入が入るようになりました。で、2つ目ですね、これは趣味の時間が取れるようになったっていうんですけど、今まで、脱サラして、独立してからですね、ずっと営業をしてたりとか、ずっとツイッターやってたりとか、コラムを書いたりとかね、こう忙しくしてて、結局こうサラリーマンの時よりも労働時間増えてるやんみたいな感じになってたんですけども、僕が自動化することによって、ミュージシャンのねやりたかった活動とかも全然避けるようになりました。もうどっちかというとこう1日 2,3 時間しかね働かなくて良くなったみたいな感じですね。で、これ3つ目なんですけど、好きな人時に好きな人といれるようになったっていうのは、時間の自由が手に入ったっていうのが一番でかいんですよね。例えばなんですけど、今日の、昼から空いてるみたいな感じの、誘いを友達にして、友達も空いてたら遊べるとか、逆に誘われた時に今まではこうごめんアポあるわとか、なんか仕事あるわみたいな感じで断ることが多かったんですけど、結局こう自動化で時間ができたことによって、まあいつでも遊ぶことができるようになったっていうのが大きいと思います。はい。で、4つ目ですね、これは他の仕事に時間が割けるようになったっていうことです。今まではこう作業時間が多すぎて、こう一つのビジネスしかできなかったものが、自分が働いてなくてもお金が生まれる仕組みっていうのを作ったおかげでですね、僕が今やりたいこうスクールの事業ができてたりだったりとか、他にねこう興味のあるビジネスモデルが何個かあるんですけど、その実業のね仕事とかもあるんですけど、そういうのも取り組めるようになったりとか、まあ他のね仕事に時間が割けるようになったっていうことで、結局5つ目ですね、
自動で生み出すお金っていうのがだいたい月に100万から200万ぐらいあるんですけど、それ以外に、好きな仕事ができてるっていうところで、まあ営業活動したりとか、スクールの授業やったりとかっていうので、他のところでも収入が増えたっていうことで、収入のポケットがねいくつかできたんですね。そのおかげで収入が増えたっていうのがあります。なのでですね、これから自営業として活動していく人とか、起業してやっていきたいっていう人はですね、どうしてもやっぱりこう自分のマンパワーだけでは、収入っていうのは限界が、来てしまいますので、結局ね仕組み化を学んだ方が僕はいいと思います。で、その仕組み化がね、学びたい人はですね、概要欄に LINE アットが載ってますので、まあ例のごとくこうやって勧誘するんですけど、本当にためになるっていうのでね、評判で今はまあ3000人近くね、呼んでくださってますので、ぜひ登録して、呼んでみてください。はい、ということでですね、今日は、僕がね、働きたくないから、仕組み化して、自動化してね、変わった5つのことについてお話ししました。ではですね、今日は以上になりますので、ここまでね、動画の内容が良かった人は、チャンネル登録と高評価、お願いいたします。で、他にもですね、Twitter で情報発信をしたり、さっき言ったように LINE アットで、発信もしてますので、興味ある人は登録してみてください。ということで、今日は以上になります。ありがとうございます。